ラオケのお箱ってある、うん、お箱、うん、一番得意みたいな。得意、得意かどうか分かんないけど、うん、なんか好きな曲歌ってくださいって。好きな曲、うん、まあ、ビーゴ、うんうん、別に俺が上手いわけじゃなくて本当に曲として好きだったけかもしれないけど、ありったけのの次ね、ありったけのが、ああ、うん、こっちはジュレッタイヤ、まあ、ジュレッタイヤみたい。ありったけからジュレッタイヤ、ありったけのジュレッタイヤ、ありったけのジュレッタイヤ、2年後のオープニング、2年後のオープニングのビーゴっていうね、北田美宏さんの曲がね、ワンピースの主題歌あるんですけど、うん、あれがやっぱね、一番ほぼ毎回歌ってる気がするわ、カラオケって。歌詞も好きなんだよね。歌詞もいいよね。そう、リュウが好きそう、めちゃくちゃ仲間あったんとかね。そうだね、ビーゴかな、うん、お箱は、うんうん、ルミは広瀬香美だな。あなんか歌ってくださいって言われて、ほぼほぼ大体全年齢に対応できそうなのが、まあ、ロマンスの神様かゲレンデが解けるところでした。ゲレンデに関してはちょっと冬ソングすぎるので、スキー場のなんかペッパーだから、だからロマンスの神様が、まあ、楽しみに歌ってて、もう俺はね、とにかくロマンスの神様推しですねあのね、俺正直言って、うん、マジで俺ルーミンとカラオケ行って、うん、ロマンスの神様歌った、うん、俺それで初めて知ったの。まあ、まず広瀬香美さん知らなかったでしょ。ゲレンデは知ってるか。そう、広瀬香美さんは知らなかったね。ゲレンデも多分知ってる、聞いたら分かるかもしれないけど、なんか、まあ、で、聞いてすげえいい曲だと思って、あれ結構かわいいよいや、かわいいよね、結構ね、歌詞がかわいい、なんかね、あの、本当お茶目な感じ、そう、うん、ね、ちょっと、まあ、世代的に、ね、結構前なんで今の時代は合わない感じがいっぱいあるんだけど、でも普通に、ね、面白い、面白い、あの特にメロディーの最後の部分が本当に気持ちいいね、あれ ね、あのドル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 、そう、歌ってる方も気持ちいいと思うけど、聴いてる方も気持ちいいんだよね。おお、あさ、ロンリーガールだっけ、あの合わせるところ、あ、ボーイさんとガールだっけ、さあそことかもさ、合いの手入れるじゃないですか、うん、そうそう、あれ面白いよね、あれに入れてくれた方が楽だ、歌う方も、そうだよね、うん、自分で言わなくていいからね、一人の時は歌うんだけど、一人で言うとやっぱね、ずっとあれやった後急に一気に高くなるからさ、そう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 、私高音域好きだからね。高音域で言ったらルーミンの In My Dream っていう曲があるんですよ。アニソンですね。アニソンの曲、プレーパワードっていうアニメの歌なんですよ。そう、あれがね、そう、 In My Dream の高音域ってめちゃめちゃ高いから、結構高い、それを歌うルーミン転調もするし、めちゃくちゃね、楽しいよ、楽しそう、楽しいのよ、楽しそう、高い音出すのが楽しいのよ、うん、高い声が出るのは楽しくって、そうね、そう、ただ今低い声が出れるようになりたいんよねと思って、低い声ね、低い声、あれも好きだよ、あの、やべ、忘れた、あ、いいよ、どんなの、あのさ、あの、バジリスクタイムリュックスか、あー、あれかー、ニースのようにー、そう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 、ニースのようにー、ゲシなんだっけ、カッチューカッチュー、コウが忍法帳、コウが忍法帳、カッチュー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 コウがコウがカッチューカッチューじゃないよね、コウ、コウだか、そう、ぽいけど、コウ欲しかったよね、ぽいけど、コウが忍法帳じゃないかな、コウが忍法帳、あ、バジリスクです、ね、あれは好きだね、あれもいいよね、バジリスクタイム、バジリスクだね、で俺バジリスクタイムを知る前にそれを知って、うん、そう、あー、そうかも、そうかも、そうそうそう、あ、この曲、あの曲だぐらい、これもまたいい曲なんだよね、いい曲だね、楽しいんだよね、楽しいね、歌って楽しいね、うん、よかったよかった、聴いてて楽しいもんね、私が逆にリュウケンの曲、歌う曲で好きなのは、うん、9位ですね、ヒューイのキャラソンですね、これマジね、知ってる人いたらすごいと思うよ、ファンタジスタオンライン2に出てくるヒューイっていうキャラクターが、渋井柿原さんのキャラソンです、キャラソンがあるんですけど、それを演じられたの、アルティメットエナジー、アルティメットエナジー、いつでもどこでも本気なげ本番、うん、本気のエナジー、歌詞がちょっとちゃんと、その後だって続く歌詞、ジャスティス9曲だ、そうそうそう、何この地図だと思って、やばい、地図がなんかもう何強い言葉並べてる、強い言葉並べている、でもなんか無邪気なんだけど、こうエネルギーしてる、かわいいね、なんかね、かわいいね、ジャスティス9曲じゃないその後誰にも負けやしないと言ってるそうそうそう、でなんかね、いいよね、だからそうなんだ、アルティメットエナジーね、まあなんかそれも、プソ2とかその一緒にやる前にそうだカラオケ行った時に聴いた曲、思い出曲なんだよね、そうか、思い出が、そうだ、この時は知らなかった、その9位ってキャラクターを知らない時にアルティメットエナジーで、なんだこの歌詞はびっくりした、そうそう、びっくりするよね、ジャスティス9曲じゃないんだよ、そういうのを知らない人の前で俺勝手にキャラソンとか歌っちゃう人だからさ、うん、いいんじゃない、関係ないんだよ、なんか、まあ、ここの感、まあ、なんかほら同じ匂いだったんで、そうだね、あのプソ2、その PSO2 やり始めて、でそこで、まあ、キャラクターのいろいろ知ってから、ギラギラマキシマムオーバーギートっていう曲があって、声優柿原さんのヒューイっていうキャラクターと、パラリスクレースって結城あゆさんの声をやっている女の子のキャラクターとのデュエットソングなんですよ、そう、これをね、必死に覚えて、必死に覚えて、
楽しんでこれも一緒に歌えるようになったから歌えるようになったからね、楽しいよ一緒に歌える曲あると面白い、面白いちゃんとデュエットはね、楽しい。私もクラリス・クレイスも声を寄せるっていう、俺もあの柿原さんの声を寄せるいいね、なんか出してたから、あれ歌ってみたもやっぱりやってみたいよね、やってみたいね、うん、歌は好きだからね、そうね、歌は好きだから、夫婦で何歌ったらいいんでしょうねっていうね、とリクエストをここに、そうだね、なんかあれば夫婦で歌ってあれ歌ってほしい、年内に何かやろうと思います私はね、なんかやりたくてしょうがない、だからリクエストを待ってますと、これの皆様待ってます、待ってます、って感じでございます。よし、じゃあカラオケ行こう、多分私カラオケ行くか、おー歌ってみてやるぞ